皆さんこんばんは。レジマプライムのお時間です。さあ今日のテーマは少子高齢化について、少子高齢化、昨今騒がれておりますが、それはですね、特にゲストはお呼びすることなく皆さんで討論していこうと思います。本日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。一応高齢者代表ということでマジーさん本日お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします、ね、若い子の意見聞けるいうことで楽しみにしております。まあ、少子高齢化が進むとですね、次のような問題点が生じると考えられております。労働力人口減少による経済成長の鈍化ですね。あと社会保障制度の財政不足、医療福祉業界の人材不足、まあ、などなど様々なことが、ね、皆さんご存知のように少子高齢化あるんですけれども、まあ、ここで何かいい一手を打てないかということで、皆さん意見していただければと思うんですが、いかがですか。いや、えぐいっすね。まあ、そうですね、かなりえぐい状態にはなってます。えぐいね、えぐいと思います、うん、僕も、うん、子供が少なくなったら なんですか、ダメなんですか。そうですね、子供が少なくなると結局こう働ける人口が減ってしまうというかとか、かなり問題になってますね。それで社会がお金が回っていかなくなってしまうということが考えられます、うん、わしまだ働けるけどな、かよは全然いけるね、まだみたいな方も。そうですね、実際にこう定年のね年齢が上がっていったりだとか、うん、逆に言うと年を取っても働かないといけない社会になってしまってるというのもあるんですよね、まあ、貯金しとけばいいんじゃないですか、お年寄りが。で、年金なくすとか。あ、今からですか。いや、もうすでに、すでにすでに貯金しといて、はい。あれ、すでに今すぐ解決できる話じゃないですもんね、でもそれは、うん、いや、もう年金カットでいいんじゃないですか。年金カット、これから先は年金全部カット、今からもうカットです、はい。もう若者の負担を減らそういうことか。そうですね、まあでも、うんうん、ね、年金いずれか俺らもらえんくなるみたいな説もありますしね、はい、じゃあもう今からもらえなくていいですよね。そうっす、あ、そうですね。あ、そうされますとこうマジーさん世代の年金受給者の方々が困窮してしまうことになるんです、ね、はいはい、あまりわしは金あるから大丈夫よ。ない方もいらっしゃいます。まあまあその人らって、まあでもあれっす、そのパチンコとか打てんくなるじゃないですか、年金受給者の老人の方々が。確かにそうですね、まあ、あれぐらいしか人生に楽しみがもうなくなっちゃってるわけですから、クオリティオブライフがね。パチンコ業界も打撃を受けますもんね。まあそうですね、それダメかじゃないと、まあ、ただ今の年金をカットするという考え方はその若者が払っている高すぎる税金を安くすることで、うん、はい、お若者たちが少しお財布が潤って子供を産むきっかけになるという点ではあるんですけれども、はいはい、うん、ほんでもそのな年金豊かって月1、2万とかやろ、多くても。いやでも結構でかいです。でかいですね、若者とか。携帯代とか1万5千とか、なんかサブスク解除するの忘れてて2万とか言ってるやつも全然いますし、ギガの買い足しとかで3万いったりとか。携帯代の話は関係ないな。あ、関係ないです、はい、すいません、すいません。それにプラスで年金って言ったらびっくりするわ、まあ、そうですね、まあ、そうか、携帯がな、そんな高かったら確かにな。そうですよ、だっておじいさんの時代、携帯なかったでしょ。確かに、ほんまやな。おかしいんですよ、だから僕らだけ不利を被ってるんですよ、これ絶対に、うん、まあ、ちょっとそのテクノロジーの発展とともにね、お金を使わさせられてるという点もあるかもしれないですよ、うん、まあ、なんかそもそもでも少子高齢化が進んでるのは、はい、若者の金がないからなんですか。それは間違いなくありと思いますね。やっぱり皆さんのね、お二人の世代とかでも、あの結婚に対してちょっと前向きになれない、うん、お金が心配だっていう意見とかも多いと思います、うんうんうん、まあでも一重にやっぱ税金を若者から絞り取ってるせいではあるかなと思いますし、それはそうですね。で、はい、お金をね、物価が上がってんのに賃金は上がらないっていう、うんうんうん、まあ、その問題もありますもんね、はいはい、だからそれに対する答えが年金制度をカットするっていうことで進んでますか。それはまあでもね、少子高齢化言うてもじっちゃんばっちゃんは大事にせなあかんからね、年金カットして廃止にされても困るもんは困りますしね。そうですね、行き場を失う老人もいますからね。そうですね、もうだってね、長くないでしょ。いや、わしはまだまだ生きるで、もうまだまだ生きるで。いや、まあまあ、すぐ死ぬとして。逆にご高齢の方から、この少子高齢化を何かこう解決できるような案などあったりしないですか。うん、まあ、そうやな。年金なくなるのはやっぱ困りますもん。いや、おわしは全然、うん、今までな、働いて貯めてへんかったやつが悪いやろ。おぉ、うん、わしはちゃんと働いて、もう孫にもしっかりお金残して死にますというつもりで生きてきたからやね、うん、まあでもそれはやっぱでもね、最下層のジジイとかを知らないからそういうことは言えるの。そうですよ、そうですね、ヨッツさんの言う通りです、うん、舐めてるやつ多いんですよ、この世の中。舐め
なんかね、老後は国の金で生きていこうみたいな舐めてるやつ多くて、いやでもそれはあのそういう制度なので年金制度、まあ、それで確かにってちゃダメなんですよ、国に、うん、国に頼っちゃう、自己防衛ですよ、うん、ね、海外逃亡、はい、なんだありますね、日本脱出です、そうですよ、はいはい、ちょっと今でも日本の少子高齢化について話してるので、はい、あ、すみません、ちょっと関係ないです、はい、まあ、だからその、はい、逆に少子高齢化が問題にならないような社会を作ればいいんじゃないかっていう、というと具体的に、まあその老けていくから仕事ができなくなるっていうところを何とかすればいいんじゃないかっていう、あ、体力的にお仕事するのが難しいよっていうのを、そうそうそう、それこそ、うん、まあ、今から不老不死の薬を作るとか、あ、いいですね、まあ、不老不死とは言わずとも、まあ、あの、まあ、不老ですもんね、だから120歳ぐらいまで生きれる長寿ので元気がもらえる薬みたいなのを作れば、はいはいはい、その90、100歳とかでも働けるってなれば、労働力が減ることはなく少子高齢化も問題にはならない。それすごいわ。まあ確かに不老の薬があればね。それ完璧だ、ね。というのはありますけど、結構多分莫大な開発費用がかかってしまうと。まあそれあの、安くで。安くではちょっとそう難しいんですけど、その、そもそもできない可能性が高いですよね。なんかそれはでもやってみるの分かるよ。アマゾンの奥になんか花が咲いてるって聞きましたけどね。へぇ、うん、バイオハザードですかね。なんかアマゾンの奥地にあって、それが。それもいいか。はい、確かに不老の薬が開発さえすれば、そういった可能性もなきにしもあらずではあるとは思います。なんですけど、ちょっともう少し現実的なやつでいかないと意味はないかな。なんかありますか、新幹線さん。そうですね、まあ一夫多妻制、はい、だからそもそもその結婚したいと思う人とか子供作りたいと思ってる人が少なくなってる現状がありますと。でもあのお金持ってる男の人とかね、むっちゃ子供作りたい元気あり余ってるんですよ、うん、もう僕なんかめちゃくちゃやりたいですよ、そりゃ毎日だって。お金あるんですか。お金はゆくゆくはあると思います、あると仮定してね、はいはいはい、なので、うん、僕がもう全員平等に愛するんで、うん、女の人いっぱい目取って、うん、でね、バイオコ子供産んでもらって、うん、まあまあでも、できればの話ですけど、そしたらいけるわけじゃないですか。まあそうですね、解決は。そうですね、まあちょっと新幹線さんには無理だとして、こう経済力のある人が、うん、一夫多妻制を取り入れて、たくさんの女性をこう、まあ、なんか、ね、年収2000万以上は一夫多妻制 OK みたいな、はい、あ、なるほどな、うん、そういう制度にすれば、うん、俺もいっぱい嫁さん欲しいから、はい、年収2000万目指して頑張ろうみたいな、労働意欲もそれ湧く説。そうですね、それそうそう、てか最悪あれですよね、結婚しなくてもいいんじゃないですか。ああ、子供作るために。そうそうそう、もうだから女の人は結婚しなくても子供を持っていいみたいな世の中の風潮になれば、あ、よくないですか。これよくない。いや、そうです、それちょっと今2点出てまして、うん、まず一夫多妻制についての問題点は、あのやっぱり女性の権利侵害、男女権利侵害、うん、だからあれ女が切れよんですよ。え、それはちょっと切れる。いやだから私だけじゃないのみたいなんで、やっぱ減らるから、一夫多妻制あんま良くないんちゃう。そこはだから平等に愛してあげるっていう前提ですよね。ダメなんですよ、社会概念をそのまま変えていこうということですよね。そうですよね、そうです。まあ確かにそれと同義ですよね、その、シングルマザーがもっと社会的に認められるべきみたいなところは。まあそうですね、うん、同じですよね。どちらかシングルマザーか一夫多妻制、どちらももっと寛容な社会になろうという、うんうん、だからもうギリギリなんだから、あんま舐めたこと言ってんじゃねえよって感じですよね。過激ですね。まあでも一人で3人4人相手すると絶対平等にはいかないと思いますけどね。まあまあそれ人によりますよ。それこそだから新幹線さんのクローンを3体作ってとかじゃないと。なるほど、うん、クローンはちょっと人道的にアウトされてますんで。あ、そうなんですか。あ、じゃああれじゃないですか、近所つない、あの棒を増やしたらいいんじゃないですか、ケルベロスになると。そう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 、ケルベロスを増やして、結局それでもあんま変わんないです。そうですね、現状は。そのさに一気にあえてその、うん、お尻の幅があるから、うん、こう、でも横向きになってこううまい具合にこう日本前やったらな、一、うん、人でもいけるけど。あ、すいません、竿の話は多分あの、はい、結婚出産などとはあんま関係ないから。あ、そうか、すいません、はい、すいません、申し訳ないです。そうか、難しい、はい、まあ、今、まあ、マジさんはどう考えますか、この一夫多妻制とか、まあ、シングルマザーを許容する社会を作ろうという方向において、まあまあわしもあの若い頃シングルマザーの人とあの遊んだりしとったけれども、うん、まあまあ一生懸命頑張ってるからね、みんな、うん、あのもうちょっと認めてあげてもええんちゃうかな思って、わしは、うん、あの予算お金あげてたんやけど、ほら、うん、
ほら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 、まあ、そういうことですよ。実際問題こうシングルマザーだったりとか、まあ、一夫多妻制もそうなんですけど、その女性がかなり弱い立場になる、お金的にも精神的にも、そこをどう解決していくかというのが大事かもしれないですね。まあ、やっぱり男は女を守ったらなあかんのよ。だからあのシングルマザーなんかも作ったあかん、はい、別れたあかん、ちゃんと一生男は女と子供を守ってあげる、はい、これが男のするべきことやからね。それちょっと現実問題で言いますと、やっぱこう一夫多妻制でお金を持ってる人がいっぱいね、奥さんをいっぱい迎えたとしてもですね、はいはい、そんなにお金持ちがいないという問題もあります。あ、なるほどね。それだけで解決するほど簡単でもないかなというのはあるんですけど、まあそれこそ年収ね1000万とか例えばあったとしても、それでも一夫多妻制を取るっていうのは難しいじゃないですか。まあそうですね。言っても1人2人自分のね、あの1人の、はい、奥さんと育てるのが限界だと思いますので、もうちょっと別の切り口から行った方がいいかもしれないです、ね、金なかったらどうしようもないですもんね。そうですね、やっぱり若者の貧困というところが苦しいところがありますね。貧困の理由は何なんですかね。もう結局税金とかなんですかね、物価の上昇と。まあちょっとこれ無限ループみたいになってるんですけど、少子高齢化なので税金が高くて老人を支えないといけなくて、そうですね、そんなんもうお金なくて無理やから。そうですね、完全に負のループに、はい、じゃあ無理ってことですか。まあ、だから金は無理っすもん。じゃあもう金無理っす、はい、金そうですね、金一旦無理っす、無理なんかいな、はい、無理なんですけど、だからその金無理やから子供を産むのをやめようっていうところをまず何とかしたい、はい、確かになという、まあ、でもそんな豊かってやな、無責任にお金ないのに子供を産んでもその子が大変やろ。それは間違いない、ね、それはそうなんですね。まあ、そういった情報が SNS などから入ってくるからこそ少子これが進んでるというのもあると思うんですよ、ね。いや、もう本当にすみません、はいはいはい、なんか子供がうまく育てられへんっていうなる可能性も、はい、まあお聞きして、まあ、それを踏まえた上で言うんですけど、はいはい、やっぱやりやすい環境を作った方がいいかなっていうのは正直あるというか、やりやすい、言葉を正すと子供、子作りがしやすい環境、しやすい環境ですね、はいはいはい、ね、やっぱりお金がどうのって言ってるけど、うん、なんとかなるやろっていう人も結構おると思うんですよ。まあそうですね、実際には、うん、ちゃんと計算すればどうにか、うん、でも結婚がめんどくさいだけで、なんかそのお金がどうのっていうのを口実にしてるだけだと思うんですよ、うん、結構めんどくさいの、ほんまはそれだけやのに。なるほど、確かに現実以上にちょっと結婚とか、子育てに対するハードルが上がりすぎてるっていうのもあるかもしれない。そうでしょ、もう毎日ね、うん、抱くぐらいしかメリットないんでしょ結婚って。え、うん、抱く、え、ないでしょ。でもやっぱそんなって抱く、あれでしょ、家だって自分の金やったのに小遣い制にされて、ほんであれの洗濯も靴下裏返しちゃったらブチ切れられて、うん、みたいになるやったら、まあ、まあそのあたりは個人差も大きいですけど、嫌、ね、でしょってなるけどね、うんうん、だからもうできちゃえばいいんですよ、まあ、その究極の話できちゃう。でき婚もまあやっぱり一つの結婚の形じゃないですか。まあ近年多いですね。そうですよね、はい、うん、でもでき婚に持っていくまでそのやれる環境がまず少ないから、はい、そこにも至りつかへんし、おう、うん、まああるじゃないですか、そのやっぱ今別にモテへんモテへんって言ってるやつらでも男女で飲み会とかまああるでしょ別に。まあまあまあ、とかもある人もある、まあ、あるでしょ。で、あの、はい、まあ、出会い系とかも発展していって、うん、別にその大したね、解消もない男が女の子と二人でデートとかもまあ別にできるわけですよ、うん、そうなった時にやりやすい環境を作るっていうので、やりやすい、もう一つ考えたんですけど、はいはい、格安のラブホーはいっぱい作ったらいいんちゃうかな。これどうですか、例えばですけど、まあ飲んでじゃあ解散しますかってなった時に、はい、まあ、でもまだ帰りたくないけど近くにラブホがないから、まあもうしゃあなし帰るみたいな、はいはい、のは家近いから家行っていいってなったけど、はい、いや家はちょっと、まあ確かに、うん、なったりするし、うん、そこなんかもうすぐ歩いて3分のところにラブホがあって、しかもそれが休憩2000円とか格安やったら、まあええかみたいな。だって経済的にも苦しいから、まあ、格安のラブホ助かるし、確かに行ったら行ったで、でなんかゴムつけてるけど、まあなんか間違えて破れてで引っ込んとかなったら別にそれはそれで覚悟を決めれるなっていう。開けとくんだ。そうそう、わざと。まあしゃあないかってなったらそれで子供産む確率も。あ、じゃあ国の事業として、格安のラブホテルを全国に展開して、そのラブホテルのゴムには穴が開いてるということで。はい、ほんでもそれ一回行ったらな、
あそこの子も泣いてんねってバレたらみんなそれ分かるようになってまうな。あ、まあでも最悪だから破れてなくてもいいですだから、うん、あ、それはいい。一回そのしてしまうことでまた会ってしよう、また会ってしようっていうのが繰り返されれば、うん、まあ可能性はありますよね。世の中のマッチングをね、こう夫婦になる子供ができる可能性を少しでも上げようという施策ですね。あ、そうそうそうですね。あ、確かに、ね、じゃないともう無理やと思います。金も無理やし、うん、一夫多妻制も無理ってなったら、うん、これぐらいしか今策ないんちゃうかなっていう。確かにそうですね。うん、僕の友達の女の子に結婚はしたくないけど子供は欲しいっていう子がいるんですよ。でそういう子いっぱい集めて僕が子供を作ってあげたいなって。格安のホテルで、まあどこでもいいですけど別に。まあでも格安ホテルせっかくなんで、せっかくじゃあ、あるんだったら使わせてもらいます。まあそうですね、はい、まあ、そういうのをお見合いサービスみたいなできないですか。僕のためになんか作ってくれません。まあでも、だあ、まあ、まあ、だからそれマッチングアプリがあるわけで、そうですね、そういうことのために、はい、なんかもっと具体的にほらね、子作りマッチングアプリみたいな。あとは結局その子供欲しいこと自体は結構思ってらっしゃる、まあ、男性女性いらっしゃると思うんですけど、はい、結局子育てにお金がかかるという問題点が解決してない、うん、という現状。女の人金稼いでますよ結構。今もね、キャリーの人おるよ、うん、結構稼いでるよ、ね、女の人、うん、まあ、余計なことにお金使ってばっかりおったらな、さあ、まあ、結婚するのも大変やろ、うん、それはそれこそあなた若い頃は日本がもっと発展してたんでみんな荒いお金遣いしまくってたんじゃないですか。まあでもその分ね、子供たちにも良さお金使って子供も良さパパパパ生まれとったでしょでそれができない現代なんですよえ、だから、はい、今の心は、はい、そうするとお金を稼いで、稼い、はい、そう、しっかりお金も使って、はい、子供も育ててっていうのをしたらいいんですよ。それができない若者たちの声も聞いてほしいんですよ。いや、じゃあできひんできひん言うとったらな、いつまでたってもさ、もう。じゃあまあです。そうですよ。だから、そう、しっかりね、頑張ってもらわんと。メディアが悪いですよ、全部。日本のメディアが、ね、はい、出産にお金がかかるだの、まあ、これだけの不安を抱えてました。そん、うん、舐めたこと言ってんすよ、あいつらが。まあ、だからビビらされてるだけ。そうだよ、まあ、確かに、まあ、ビビらされてんだよ。 SNS とかね、この YouTube とかを見ても暗い話題がやっぱ目につきますから、うん、数字を稼ぐためにね、そういう風になってきますから、まあ、それでわかるって言ってる奴らもいますしね。まあ、そいつらもでも少数でしょ、やっぱり。そう、少数派は声がでかいって言うじゃないですか。うん、実際はね、結婚はすごく素敵なことで意外とお金もかかりませんという風になっていけばいいというのはあるかもしれないですけど、イメージ、うん、やっぱり独身貴族なるものをやっぱ減らしていかないとわかんのですね。はいはい、そうですね。うん、もっとじゃあ、まあ最後ですになりますけど、その結婚生活に対して結局お金がかかるっていうのもありますし、うん、お金以外の部分でもあんまり結婚に魅力を感じてない若者が今多いと思うんです。まあまあまあ、そこに対して何かできることなどないでしょうか。みんな愛を知らんのかね、やっぱり。愛っていうのはある？ないですね。ないか。僕はもうビデオで、ビデオ満足できちゃうんで。まあ、はい、そうですね。愛って難しいですけどね。悲しいな。いや、まあこの人のために何か仕上げたいなっていうのはまああるんですけど。あ、素敵やないの。うん、それとね、結婚はまた別というか、別に結婚せんくても一緒に折れるわけですからね。うん、で、愛で結婚されたということですか、マジさんの世代は。そらそや、わしらはもう情熱的な愛をしな、持ってやな、もうガチャーやってたわけや、うん、わしらの頃は。そうそらそや。まあ、結局やっぱり、そらそや、話しとる内容が一個も噛み合わんですね。だから、老害ってことじゃないですか。ね、ちょっとやめてくださいね。だいたい、まあ、でも結局でもそれ言うてる側の人が今年金で金絞り取ってんすから、まあ、それはそうですね。そうです。いや、わしゃいらん。あれだ、年金拒否っていう制度作ったらいいんじゃないですか。そしたら年金拒否できるんですよ。確かにな、免許返納みたいな感じで。なるほどね、年金返納して、それええがんな。そうですね。いや、結局最初の方に出てきた年金をもう撤廃するというのが一番いい案ということですかね。それもどうか。まあ、格安ラブホも年金減らして、ありとは、その減らした年金でそのラブホ作ったんじゃん。ああ、そうす。だから、ジジババで事業投資をしてもらう感じになれば、一番ちょうどいい。任せる、そらもう。で、それ、ついでにチンクローン製造も、なんとか通してもらっていいですか。クローン技術は NG、タブーです。あ、ダメです。ケルベロスはちょっと良くない。ケルチンダメですか。ケルチンはダメですね。
はい、というわけですいません、今週はお時間になりました。終わりですか。はい、皆さんの思うね、あの少子高齢化対策などぜひ教えてください、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。私たちが集まったのは他でもない。今日は4人で麻雀をするわよ。はぁ、あ、ポロリ。ほぉー、私超欲しそうなの。今12枚これいいの。はい、笑ってる。髪の毛グラデーションにしたの。なん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 よ。なんなん何かなさい。何何自分でなんかやりながらずっと笑ってるわよ。そう、もうそれもダメ。えぇ、笑います。ババアの格好で。せんないよ。何